全仏オープンのセンターコート全仏オープンはテニスの4大国際大会であるグランドスラムの一つである。5月末から6月初めにかけてフランスの首都パリの名所ブローニュの森に隣接するスタットローランギャロスで開催される。大会の運営はフランステニス連盟が行う。飛行家ローランギャロスの功績を称えて会場にはギャロスの名前が冠されている。そのため 本大会は、ローランギャロストーナメントとも呼ばれる。全仏オープンは4大大会で唯一、クレーコートを用いることで知られており、他の大会とは違った展開が楽しめる。また、他のグランドスラムとは異なり、全仏オープンのみ開催が日曜日から始まり15日間の開催日程となっている。毎年の大会は、展開が波乱に富み、 上位シード選手の早期敗退も多い。例えば、ピートさんプラスは、男子歴代4位の14度他の4大大,大会を、制しながらも、全仏オープンだけは最後まで制覇できなかった。2000年代以降の最強テニスプレイヤーの系譜である、ロジャー・フェデラーですら、優勝経験は一度のみである。歴代の男子シングルス優勝者には、同大会13度の優勝を誇るラファエル・ナダルの、 ような、クレーコートスペシャリストが優勝の大半を占める傾向があり、キャリアグランドスラムを目指す最大の障壁となっている。フランス人の観客の中で多くの選手は、いわゆるアウェーでの戦いを強いられ、技術だけではなく強い精神力が勝敗を左右する。例えば、地元フランスの選手との対戦では、相手のアンフォーストエラーによる得点でも観客によるブーイングが起きることがある。 最も過酷なトーナメントとも言われるグランドスラム大会である。この大会は場内アナウンス、審判のコールその他はすべてフランス語で行われる。また選手が優勝スピーチの一部をフランス語で行うことでも知られている。この大会の結果を受けて更新される世界ランキングに基づいて出場選手が決められるためオリンピックでテニスが復活して以降、 オリンピックイヤーの大会はその最終選考会となっている。ランキングだけでは特定の国に選手が偏るため、1カ国の出場枠が最大4人と決められており、競合国の選手にとってはこの大会で勝ち抜くことが、オリンピック出場権獲得のための絶対条件で、ある。フランス国内では、フランス TV とアマゾンプライムビデオで、アメリカ国内では、 NBC とテニスチャンネルで放映されている。日本ではワウワウとテレビ東京が共同で放映権を持っているため、試合の中継はこの2局で行われる。なお、民放地上波でテニスの4大大会を放送しているのはテレビ東京が唯一である。日本人選手の活躍のなかった2008年から2013年まではテレビ東京では放送されず、ワウワウのみで放送された。 2008年の大会では、テレビ東京は、実況アナウンサーの現地への派遣や解説者の不足を、理由に、予選ラウンドから決勝までのすべてを中継せず、ワウワウからの映像提供で、スポーツニュース枠の時間で伝える程度であった。この間、テレビ東京での放送はワウワウからの映像提供扱いで、メガスポ、の、後継番組である、ネオスポーツのみしか放送されなかった。 2014年度は西織池に関係する試合のみ生中継したが2015年度は2007年以来8年ぶりにほぼ全日程で放送し西木織りに関係する試合は全試合中継を行った2016年から2017年は西木織りに関係する試合は全試合中継を行い2018年は西木織りに関係する試合と 大阪直美に関する試合とダイジェストを放送。さらに2019年は大阪直美錦西木織に関係する試合は全試合中継を行い、敗退後は男女シングルス決勝を当日の深夜に録画中継で放送した。また2015年から2019年大会までは MC に滝川クリステルが担当し、現地から特設スタジオを設けて中継を行っていた。 2017年の大会は、同じ時期の開催と重なる、世界卓球2017と共に、テレビ、東京スポーツ祭りと題し、5月28日から、連日放送した。2012年大会はワウワウが、放映権を取得した、UEFA ユーロ2 0 1 2の衛星星中継との、兼ね合いで、決勝は録画中継で放送した。2020年大会以降は、 以下の通りの放送体制になっている。日本人選手の活躍のうち、西木織と大阪に関する試合のうち、1回戦から3回戦までは、深夜の時間帯に録画で放送。4回戦以降からは、生中継か録画での中継で放送される。それ以外はハイライトで対応した。日本勢が敗退後は、男女シングルスの決勝を、当日の深夜に録画中継で放送した。 また、2020年大会からは、新型コロナの影響で、実況アナウンサー、解説者の現地への派遣は取りやめられた。さらに MC を務めた滝川クリステルも降板。現在は、実況アナウンサー、解説者ともに、テレビ、東京本社のスタジオから放送している。地上波においての中継は、 2019年大会までは西堀圭や大阪直美などの日本人注目選手が出場する試合は1回戦から生中継を実施しているが編成上の都合で録画で行う場合もあった。しかし2020年以降は新型コロナの影響で1回戦から3回戦までの試合が生中継での放送は行われなくなった。生中継の場合は前の試合が長引いたり、 試合時間が長時間に及ぶこともある。また、雨天による中断などが生じた場合は、試合開始が前後するケースがある。当初予定していた中継の時間帯に放送枠に埋まらない場合がある。このためか、放送時間が延長しているが、放送時間の延長のオプションは設けておらず、テニスの試合が終了するまで完全放送となる。試合の中継による、 放送時間延長によっては夜から明け方にかけての番組が放送時間の繰り下げ番組休止も生じている。またテニス中継の編成上の都合などで番組の内容が急遽変更なども生じている。だが2021年から新たにナイトセッションが生中継された場合は放送時間の延長などは行われなくなった。またトーナメント戦のため 試合開始時間が決定するのが日本時間の深夜になるため当日の長官のテレビ欄に間に合わないこともある。このため開催前と期間中は次回の番組の予告時に放送日時等に変更、休止のお断りのお知らせが表示される。またテニス中継の関係上一部の番組が2から3週連続で休止になる場合もある。全仏オープンの優勝カップは 男子はムスクテールカップ女子はスザンヌランランカップと呼ばれる。オリジナルは FFT 本部に保管され、通常は優勝者の表彰式の時にだけ外に出される。優勝者はオリジナルのカップに触れることはできるが、記念として渡されるのは一回り小さく作られたレプリカである。ありがとうございます。